山本周五郎作、雪の上の霜。一、その仕事は簡単なものであった。街道に立っていて、荷物を重たそうに持っている旅人が来たら、愛想よく呼びかけて、こういうのである。次の宿まで、その荷物を持ちましょう。つまり、 馬やカゴに乗るほどではないが、歩きくたびれて少しばかり荷物が厄介になったという客のために、馬やカゴよりも安価な打賃で荷物を持ってやるというわけである。これはもちろん三沢伊兵衛の真案ではない。妻と二人の長い放浪の旅の間に、子供がやっているのを幾度か見たことがあった。 みんな実際前後の子供たちで、またそのくらいのものに適当した、ほんの小遣い稼ぎに過ぎないだろう。異変のように背丈が五尺八寸もあり、武芸で鍛錬した17巻余りもある体育では、不似合いというより、いささか滑稽である。だが、そんなことに構ってはいられなかった。妻が病気で倒れ、丸二月も医者にかかり、 現在なお滝沢の杜氏宿で予後の療養を続けている。またここは愛の宿で差し当たり他に稼ぐ方法がなかった。彼としてはむしろ相当な思いつきだと考えたくらいであった。仕事そのものは簡単であるが実際にやってみるとなりわいというものがすべてそうであるようにおいそれとうまくはゆかなかった。 落ちぶれてはいるが、人品が違うし、体も抜きんでているから、客の方で誤解するらしい。こちらで呼びかけると、急におびえたような顔になり、返事もせずに駆け出すものがあった。はじめのうちはしばしばあった。また次には、親切な気持ちからしてくれると思うのだろう。体操を恐縮して、途中も何かと丁重に話しかける。 商売のことや、時効気象のことや、不良なせがれのことや、その他各種多様なことについて。異変は持ち前の気の優しさと何事にも丁寧な性分から、相手よりもなお陰銀な態度で、熱心に相づちを打ち、驚いてみせ、感じ入り、適度に反対したり、愛想笑いをしたりする。そうして、 峠を一つ越えて中山という宿へ着くと、相手は荷物を受け取って、厚く礼を述べて行ってしまうのである。まことにお名残惜しい、などと言うが、異兵としてもまさか打賃をくれとは言えない。こちらも名残惜しいような心持ちで、また次の客を物色する、といったような例もずいぶんあった。 無論んそんなことばかりはなかったし、慣れれば調子もわかるから、10日ばかりするうちには、どうやら少しは稼ぎになるようになった。すると、世の中というものは難しいもので、今度は別の方面から具合の悪いことが起こってきた。というのは、街道の孫やかごかきたちが、嫌な目でじろじろ見たり、皮肉なようなことを言ったりする。 もともと客の少ない街道でこう稼ぎ手が多くてはやりきれない。これでは共食いである。大体建場に席のない人間がこの街道で稼ぐというのは違法ではないか。そんなふうなことを言うのである。はじめのうち異変は気づかなかった。彼の目当ては馬やかごに乗るほどでない客。 ちょいとした荷物が面倒になったという客で、他人の稼ぎを横取りするとは思われない、ほんのおこぼれをもらっていると思っていたからである。しかし近頃になって、ようやくそれが自分に対するあてこすりだということがわかってきた。これは困ったことになった。そう気がついたが、それにしてもやはり彼らの邪魔になるほどのこととは思えないし、 せっかく取りついた仕事なので、できるだけ控えめにしながら続けていくより仕方がなかった。2月中旬のよく晴れた日のことであった。午前中に客が2人あり、昼飯を食べるとすぐにまた1人、あきんど風の客があった。50ばかりになる、肥えた血色のいい男で、歩き出すとすぐに たの何しろお前さん。炭石病とくると、こっぱへ火がついたようなもんさ。眉毛と眉毛の間に茶色のしわができる。それが炭石病の始まりさね。うっちゃっとくとそれが黒みを持ってくる。そうなったら領事は難しい。ぶち壊した長屋の古材木みたいようなもんさ。異変は、例のごとく感心し。 巧みに驚いたり感じいったりした。客は続けて、胆石病の痛みは丸のみでもまれるようだと言った。胃の差し込みは小刀でえぐられるようだし、肝臓の痛みは霧で穴を開けられるようである。腹たとくると錆びたのこぎりでひかれるようだし、急性の腎臓は千本の針を突っ込んでかき回されるようである。 だが何と言っても胆石病の痛みに勝る痛みはないなどとも言った遺兵はしまいには相づちのうちようがなくなったのでやむなくこう聞いてみた失礼ですが胆石病を患っていらっしゃるんですか私が胆石病ですって客は振り返って侵害なことを聞くものだ とでも言いたた。そうな目つきをしたとんでもない冗談にもそんな私は活気の持病こそあるが胆石病なんぞにはまだお目にかかったこともありませんやはあそうでございますかそうですとも大仏様のふんどしのようなもんでさこう言いながら客はさらに続けて。 炭石病に貢献のある薬とか進行するに適した神仏とか秘伝のまじないとかいむべき飲食物などを挙げた上それからお前さん大事なのは寝る方角さね。炭石病には乳が禁物で炭石病の者のが乳の方角へ頭を向けて寝るのは掛け茶碗を裸足で踏んづけるようなもんでさ。そんなことまで言うのであった。 道は峠にかかった。歩くうちに汗ばむほど暖かい日で、雪のまだらに残った地面からは、しきりにかげろうが立っていた。客の情絶に少しばかり飽きてきた伊兵衛は、峠にかかると間もなく、後ろから来る二人の孫の聞こえよがしな高声に気がついた。いつまで遠回しに行ったってしょうがねえ。相手はおめえ。 空を使ってるんだ。はっきりけじめをつけてやろうじゃねえか。おらはじめっからそう言ってるんだ。中山と吉田の立ばだけでも18人、指をくわえて見てることはねえやな。明らかに暴力の暗示だった。これまでのあてこすりやこけおどしとは調子が違っていた。まるで違っていた。そして、 その意味をさらにはっきり聞かせるためだろう。二人の言葉はもっと強くじかで汚くなっていったそんなにも邪魔なんだろうか峠を上り詰めると松平対馬の神四万六千石の城下が見える峠の下にある中山という宿場が ほぼ両境にあたりそこから城下町まで約一里ほどあった「いやあご苦労さまここで結構ですよ」峠の上の茶店の前まで来ると客は胆石病の話をやめてそう言った「いや中山まで持ってまいりましょう」「伊兵衛は愛想笑いをした」「打賃はここまででよろしいのですが」 戻りの客を拾うのに中山まで参ります。どうせついでですから、お持ちいたしましょう。いいや、もう結構それにはお及びませんよ。客はこう言って花紙と銭入れを出し、伊兵衛の見ている前で銭を1枚2枚と数えた上。上少ないが心づけだと。なお3枚加えてその花神で包んで差し出した。 おかげで楽に峠を越しました。またご縁があったらお頼みしますよ。そして荷物を受け取って茶店の中へと入っていった。どうしようか。異変はちょっと迷った。中山まで客を拾いに降りようか。それとも今日はこれで帰ろうか。迷いながらふと今もらったダチンの包みを開けてみた。 なんとなく手触りが変だったからであるが開けてみると花紙の中には小さな石ころが5つあるだけだった一枚の銭もないし銭らしい何物もなかったただの小さな石ころが5つだけでこれには遺影はびっくりした一体これはどういうわけだほとと、んどれてりく 客は茶店の中に腰をかけて、たばこを吸いつけているところだった。異変は慌ててそっちへ行き、手の上のものを見せながら、愛想笑いをした。どうしたんですね。客は手の上のものを見、それから不審そうに異変を見た。異変は当惑した。周りの縁台には旅人が六、七人と、 向こうにはかごかきらしいのが4人ばかりいたしなおまた後ろから来た例の2人の孫も馬をつないでこっちへ入ってきたあんまり人が多いので当くしたけれど黙って引っ込むわけにもいかない彼はもう一度愛想笑いをしていったこれは今いただいたものなんですが開けてみたらこんなものが出てきたもんですから ほうほう客は悠然と煙を吐いた何ですか石ころ見たように見えますなええ私もそう思うんですそれじゃあきっと石ころなんでしょうええそうなんです石ころなんですそれで客はキセルをはたいた その石ころをどうしようというんです何か手品でもしてみせようというわけですか。とんでもない。そうではないんです。今いただいたのがダチンではなく、開けてみたらこんなものですから、多分何かの間違いではないかと思いまして。間違いってどういう間違いですつまり、あなたが包みを間違えて、 冗談を言っちゃう困るね。私はお前さんの目の前で銭を数えた。打賃の他に詐称だが心付けも添えて包んだ。お前さんそれを見ていたはずじゃないか。ええ、そうです。確かに見ていました。その時向こうで誰かの失笑するのが聞こえた。店の中にいた人たちは、かごかきや孫たちも、 この珍しい問答を聞き,きつけ、もうさっきから笑いを絶えながらこっちを見ていたのである。それならいいじゃないか。こえた客はまたタバコ本を取って、タバコに火をつけた。目の前で数えて、目の前で包んで、手から手へじかに渡したんだ。受け取った後でお前さんが何をしたか。い,いえ、決して、とんでもない。私は、 何もしないんです。彼は激しく首を振り。私は何もしません。本当に決して。です。また向こうで誰かが失笑した。客はからかうように煙をふうっと吐きながら言った。お前さんが何かしたかしないか。私はここでタバコをつけていたから仕入れはしない。 受け取った時に文句をつけるなら別だが今になってそんなことを言ったって誰が本当にするもんですかこっちは初めて道中をするわけじゃないんだつまらない言いがかりはやめてもらいましょう伊兵はへど戻して赤くなり我知らず頭へ手をやってお辞儀をした今度はいっぺんに五六人の者が失笑した そこでますます老媒し、恥ずかしくなり、何かわけのわからないことを言って表へ飛び出した。集体だ、なんということだ。五尺八寸の体がただの三寸くらいに縮まったような心持ちで、恥ずかしくて恥ずかしくて、そのまま地面にめり込むか、煙になって消えてしまいたいくらいだった。 たかの知れたダチンのことで。何のためにあんな文句をつけたのか。あの客はあの通り、肥えた堂々たる滑腹をしていた。身なりもいいし荷物も重かった。どこかの裕福な飽きんどだろう。決してわずかな銭をごまかすような人柄ではない。にもかかわらず、あんなことを言うなんて。こんなふうに思いながら、 屋を出て吉田の方へ戻ろうとしごけ軒来た時後ろから呼びかける声がした「そこの人ちょっと待ってくれ」振り返ってみると孫や籠か,かきが78人中には行きえや棒などを持ってこっちへ追いかけてきた彼らは今の出来事を見て 図体は大きいが人間はヘボだと思ったらしい。駆けつけてくると、伊兵をぐるっと取り巻いて、恐ろしく高飛車に怒鳴り出した。おら、土橋の権六ってえもんだが、うぬがいってどこの人間だ。どこから流れてきて、ここで何しようとしてやがるんだ。何者だ、てめえは。伊兵はおじぎをした。 どうもすみません。わたしは三沢伊兵衛という浪人でございまして。うそをつきやがれ。ほかの孫のひとりが脇から叫んだ。おら崖下のカンタってもんだ。いくら落ちぶれたって、侍の端くれなら竹光ぐれはさしてるはずだ。人を舐めやがって。浪人だと言えばおらっちが腰を抜かすとでも思いやがるのか。い,いえ。 嘘は言いません。本当に浪人です。伊兵は泣きたいような気持ちで、しかし懸命に弁明した。もちろん刀は持っていますが、刀を刺していては客が拾えませんので、本当に駄目なんです。客がみんな怖がるらしくって。やかましいやい。何が客だ。ほら、こぶの八兵衛ってえもんだが、この街道にだって、 建場というものがある。旅の客で稼ぐには、建場の株を買って、孫は孫、籠は籠の仲間に減らなけりゃならねえ。それをうぬは、どこの牛の尻尾かしれねえみで、オラッチに挨拶もしねえで客を拾い、平気な面してオラッチの稼ぎを横取りしやがる。さあ行ってみろ。 どこの誰に許されてそんな真似をしやがるんだ。どうもすみません。まことにどうも。遺影は続けさまに抵当した。そういう決まりがあるとは知りませんでしたし、病人を抱えて他に仕事がないものですから。この野郎、まだ言い抜けをするつもりか面倒だ。ぶちのめして山犬の餌食にしろ。 こうめいたと思うといきなり一人が殴りかかった伊兵はその肘をつかんで「ああ待ってください」「どうかそれだけは」片手を振りながら懇願した「病人がいるのですから謝りますからあ危ないどうかやめてください危ないですからああ失礼どうかもうお願いです」口では低調に謝っているし 乱暴をするつもりなどは決してないが、身についた武芸はどうしようもない。軽くかわす手や足が皆要所に当たるので、彼らは四五軒もすっ飛んだり、見事に転倒したり、こぶのハチベなどは殺されるような悲鳴を上げたりした。それで彼らはますます逆上し、棒や行きえを振るって前後左右から襲いかかった。どうか。 待ってください。勘弁してください。伊兵はあいそした。このとおりです。頼みます。どうかそんな。あごめんなさい。棒を奪い、生きづえを奪った。それらは5本あったが、その5本を両手に持って、お辞儀をし、謝りながら、なお飛びかかってくる相手を、右によけ、左によけ、さらに大きな声を上げて、 誰か、来てください。どうかこの人たちを止めてください。と叫び立てた。強い方が助けを求めているので、脇から見たらよほど面白い光景だったろう。事実、さっきからの様子を一人の武士が笑いながら眺めていた。五十近い年配で、小柄ではあるがたくましい体つきの、 目の鋭い男だった。その鋭い目で、伊兵の動作をじっと眺めていたが、もうよかろうという顔つきで、手を引け、下ろ、控えろ、こう叫びながら近寄ってきた。美濃山城下の小室清楽だ、やめろ。よほど名の知れた人物なのだろう。 生学と聞いて彼らはさっと飛びし去った三人ばかりはぶったおれて死ぬほど苦しげにあえいでいたがこれらもびっくりして羽をきた俺はあの茶屋にいて貴様たちの相談を聞いたので後を追ってきた生学は決めつけるように言ったそしてすっかり見ていたが この方は土地の習慣を知らずなお病気の母親を抱えて難重しておるすまなかったとわびておられるそれをののしりはずかしめ多数を頼んで打ちかかるとは無法千番なやつらだもうどうか伊兵は手を振ったこれは私が悪いのですからいやい 申さねばわからぬやつらぬです。清岳は会釈を返してなお激しく叱りつけた「貴様らにはわかるまいがこの方は一流の達人だ」「本気になられたら貴様ら一人も無事では済まぬところだったぞ」「俺がお詫びを申してやる」「ここへ来てみんな謝れ」3 おたよはヤグの上に座って、はかまをつけている夫の姿を気遣わしそうに眺めていた。まだ病後のやつれはあるが、若い体は回復も早いらしく、皮膚は艶やかになり、血色もよく、生き生きと光をたたえた目元など、一種のなまめかしさ,ささえ加わったようである。それで、その小室様とおっしゃる方とは、 どこでお知りり合いになりましたのそれはあれです。伊兵衛はちょっと詰まったがその問屋の店でですねほんのちょっとしたことからなんだがそういうわけなら是非訪ねてこいという話になりましてね私も一度は断ったんだが荷物持ちの稼ぎのことは妻には固く内密であった。 無論峠の出来事などは話せないおたよの知りたいのもその点ではなくこれから夫が訪ねる小室清岳という人物とその要件が何であるかということであったまたご士官のお話ではないでしょうかどういうことになるか伊兵は咳をしてまだ詳しい話はしてないし とにかく尋ねてみてのことなんだが、しかし、もしかして士官の話でも、一応当たってみるつもりですよ。おたよは夫の目をじっと見つめた。夫は、まれな才能を持っている。学問は、種子、養命、老子に及び、武芸は当方からや槍、薙刀、弓、柔術、棒。 馬術しかも、学問はそれほどでないにしても、それらの武芸は無類の腕で、どの一つをとっても第一級の師範になれる。だがその反面、夫の性質は人に抵抗ができない。自分のことより人の立場を先に考える。非常に謙遜で、涙もろくて、自分の生活が楽な時は、 世間の人たちにすまないと思うし、自分の苦しい時は、人はもっと苦しいだろうと思う。こういう将分のために、代々百五十国で仕えていた主家を浪人し、以来七年余り、おたよとともに、放浪の旅を続けている。この間にいくたびとなく、その才能を認められて、か官できそうな機会があった。 しかし、その性質のために、その性質が邪魔をして、結局は一つも実現しなかった。人間が生活してゆくには、大なり小なり他人を押しのけなくてはならない。異兵にはそれができなかった。目に見えなければいいけれども、少しでも自分が誰かを押しのけ、誰かの邪魔になっているということがわかると。 決してそのきにとまることができない相手が気の毒になりすまなくなって自分から身を引いてしまうのであった夫には出世はできない夫の性質が変わらない限り決して栄達は望めないおたよはこう信ずるようになったけれども夫はいつも誰かを幸福にしている 当然自分が占めるべき席当然自分が取ってよいものそれらをいつも他に譲ってしまうこれでよいのだ夫にはまれな能力があるしかもその能力でいつも誰かに幸福を分けているこれでよいのだ夫は今でも出世の機会を求めているそれはおたよのためである おたよは950国の純老職の家に生まれ苦労知らずに甘やかされて育ったそのおたよに貧乏させ放浪の旅を続けさせることが夫には耐えられないのである他人の席を奪うことはできないが妻には幸福を与えたいこの二つの間に挟まって夫は絶えず悩んでいるそれが おたよにはよくわかっていた私これで幸福ですこれ以上のものは決して望んではいないのですたびたびこう言ったが夫はここでもまた同じ失望を繰り返そうとするそれがお便にはたまらないのであった私はせんべんでもやりますよ伊兵は続けて 彼にも妻の気持ちはわかっていた。それがかえって彼を奮い立たせるのであった。他にちょっと訳もあるし、今度は多少のところは目をつぶってもいいと思っているんです。では、行ってきます。妻の潤んだ視線から逃れるように、扇子を持って彼は宿を出て行った。滝沢という湯治場は、 街道から二十兆ばかり山へ入ったところにある。街道へ出たところが吉田という宿で、美濃山城下までは峠を越えて三里近くあった。伊兵衛は吉田の宿外れへ来たとき、昨日までそこに立って客を待っていた自分の姿を思い出し、おい、三沢伊兵衛、しっかりしろよ、とつぶやいた。 峠の騒ぎで、お前はもうここでは荷持ち稼ぎもできないんだぞ。小室さんを訪ねたら、うまくやるんだぞ。すると、そんなところに立ち止まっていたからであろう、向こうから馬を引いてきた孫が、お客様、馬はどうだねと呼びかけた。異変は、やっと振り返って、相手を見てびっくりした。 それは昨日あの峠でまずいことになった連中の一人崖下のカンタという孫であったいやこれはどうも昨日は失礼しましたこう言うと相手はなお驚いた異変の格好がすっかり変わっているし侍姿になると際立った風格が現れるやや目尻の下がった丸っこい顔の 照れたような表情を別にすればまるで違う人間のようにしか思えなかった「これは旦那どうもあの」「孫は目を丸くしてどもった」「どうもそのとんでもねえってどうか一つ何分とも」そして慌てて行ってしまった4 小室清学は創術家であった。美濃山城下の呉服帳に大きな道場を持ち、松平家の侍たちに享受している。淵ももらっているらしく、藩主が在国の時には城へも手直しに上がるということであった。対馬の神成政という藩主は大層武芸に熱心で、城下には他に年流の刀法を教える、 津村黒兵衛というものの道場があるし柔術家や弓道などで家臣に召し抱えられているものもあった小室は相当に名を知られていると見え他の藩から教えを乞いに来る者も,も多く現在ではそういう門人が8人いた清岳は伊兵を創術の達者と見たらしい伊兵が行くと まず門人の四五人と立ち合わせたが予想よりはるかに腕が立ついやうっかりすると自分より上を使うかもしれないということが分かってすっかりほれ込んだようであったこれだけの腕があってあのような稼ぎをなさるには何か思才があることでしょうしかし私にはそんなことはどうでもよい清岳はこういった もしよろしかったら、と申すよりぜひ、この道場で稽古をつけていただきたいのだが。はあ、いたって部長法ですが、もし私でお役に立ちますなら、どうか。彼が承知すると、清学は喜んで、月々の謝礼は金一枚でどうかと言った。思いがけない高額で、異変は我知らずホクホクしたが、 そのあとがちょっと当惑した。昨日聞くと病身の母子がおられるというが滝沢は何かと不便でもあろうし当方でもなるべく道場に住み込んでいただきたいのでこちらへお連れしてはと思うのだが。はあそれはそうしたいですが幸いこの地内に空き家が一棟あります。 よかったらそこを使ってくだすって結構です。それはありがたいですが、その。清学は峠の騒ぎの時も母親がおられると言った。何かで勘違いをしたらしい。だが、異変には訂正ができなかった。自分が病風を抱えているものと信じて、清学が親切にしてくれるのかもしれない。 しばらくはこのままにしておく方が無難だと思ったからである。実は医者のすすめでもう少し杜氏を続けさせたいと思います。もう一月もすればと思うのですが。必要なら自分が住み込んで5日か7日に一度見舞いに帰ってもよい。こう答えると生学も強いては言わず。では部屋の用意をしておくから。 明日からでも来てくれるようにということで話は決まったそれから稽古やりを選び稽古着の尺を測ったりし現金の契約金に似た支度金の包みをもらって異変は勇気凛りん,りんと滝沢へ帰ったそれはおめでとうございましたおたよは嬉しそうに祝いを述べた 嬉しそうにというのは、そう装ったという意味である。彼女はこれで無事に収まるとは信じていない。必ず何か故障が起こる。きっとまた、ここを出て行くようなことになる。そう考えていたからであった。もちろんそんな考えは表には出さなかった。形だけでも祝いたいと言い、自分が起きて、 ささやかながら祝い,いの前後しらえをした「今度はねうまいことを思いつきましてね」「久しぶりの酒でたちまちいい機嫌になった伊兵衛は全部の筋がバラバラになったような顔でニコニコと笑いながら言った」「これまでどうしてそこに気がつかなかったかと思うんだがひと口に言うと」 石中の火を出さないんですよ。火を抑えるんです。これにはちょっと説明がいる。異変は少年時代に宋漢寺の玄奈という前奏から心身両面の薫陶を受けた。その中で石中に火あり、うたずんばいでずというげのような言葉があった。石の中に火がある。 打たなければ出ない。どう打つか。いかに打って火を発せしめるか。そういう意味であって、異兵の武芸の真髄がそこにあった。つまり、打って火を発する一点が、彼の技の要だったのである。これまでは、火を発する一点ということで試合をしました。だから勝負がはっきりしすぎたんですよ。 彼は目尻を下げて言う。今度は抑えるんです。発しようとする日を。こうぐっと抑え込むんです。相手の中へね。わかるでしょう。わかりませんけれど。おたよは微笑し、うなずいた。でも。わかるように思えますわ。これは進歩です。大した進歩なんですよ。ええ。 莫大と言っていいくらいです。彼は上々の機嫌で、真っ赤に酔った顔を絶えずニコニコさせながら、これからの稽古についても各種の抱負を語り続けた。もうこれで大丈夫です。と言ってもいいと思うんだが、こういう発明もしたし、小室さんはいい人だし、今度こそ。いいえ。 おたよは笑いながら遮った。ここで落ち着くにせよ、また旅へ出るにせよ、私の幸せには少しも変わりはございません。どうぞあなたのお心の住むように、決して無理な辛抱をなさらないように、それだけをお願い申しますわ。伊兵は悲ししげに微笑みそして 黙って頭を下げたをげ道場に住み込むということもおたゆは承知した。七日に一度帰る条件も必要がない。変わったことがあれば知らせるから、休日にでも戻ってくれれば十分である。こういうことで、その翌日、身の回りのものを持って、彼は身の山へと立っていった。 峠を越えたのが十時頃であろう。そのまま下って中山の宿へかかろうとすると、宿の手前のところで何か騒ぎが起こっていた。馬が五頭をうろうろし、侍たちと孫らしいのが声高に何か言い合っていた。おやおや、あれは土橋の権六じゃないか。孫たちの一人を見て 伊兵はこうつぶやきながら近寄っていった「いやどうも崖下のカンタもいるぞ」「ほかにも峠でやりあって記憶のある顔が見える」「今度は侍たちに文句をつけているのか?」こう思いながらそばまでいったところがそうではなかった孫たちは平身低頭しながら「ちんをくれ」とたのんでいる 二里以上もおのせ申したんで、ダチンをいただかなければ、今日女房子に貝をすすらせることもできません。どうか、おからかいなさらずに、決まりだけいただかしておくんなさい。権六がそう言うと、他の四人も一緒に頭を下げて懇願した。いかんいかん、だめだ。侍の一人が唾を吐いた。 みんな同じ年頃だがその侍は一番老けていて二十七八に見える耐震の者の,の子だろう秀でた奏房をし着ているものも立派だった初めに打賃を決めながら逆手を余分にねだるとは太いやつだ貴様たちはいつもそうやって旅人たちに迷惑をかけているのだろう迷惑なんて とんでもない逆手というのは私どものしきたりで黙れこいつ逆手を当然のしきたりなどというからはなおさら勘弁ができない街道往来の庶民のためだ己切ってくれるぞその侍は刀を抜いた威兵には脅しということはわかるがこれまでの雪がかり上 孫たちは仰天し思わず左右へ飛びのいたその時伊兵衛が呼びかけた「いやあ土橋の権六さんじゃありませんかどうしました」こう呼びかけてニコニコ笑いながら大股にそっちへ進んでいった孫たちは「あっ」と言った 息を飲んだ。姿は変わっているが、自分たちが峠で因縁をつけ、逆に散々な目に遭わされた相手である。その抜きんでた風貌とにこやかな顔は、忘れることのできないものであった。向こうも忘れてはいまい。おそらく怒っているだろう。これはますますひどいことになるぞ、というふうに思ったらしい。が、伊兵は、 侍たちには目もくれず、霊の丸っこい顔をニコニコさせ、おじぎをして、いやあ、あの時は失礼しました、と愛想よく話しかけた。おかげで今度働き口が決まりましてね、あの小室さんの道場のお手伝いをすることになったのですが、それだもんですから、これからは決してもうあなた方には迷惑はおかけしません。本当です。 孫たちはヘド戻した。彼らには異変の真意がわからない。本気で言っているとは思えなかった。ところが異変はなおにこやかな顔で。今、向こうで聞いていたんですが、この方たちと何か行き違いがあったらしいですね。一体どうしたんですかええ、それがその、へ、ええ、その。は、はあ。 彼は一人で頷いた。この方たちが馬へ乗って、その打賃を払わないと言うんですか。まさかそんな、いやそんな馬鹿なことが。それは冗談ですよ。いや、その通りだ。払わないんだ。年長の青年がそう言った。際立った良い服装からも、その態度の凶慢さからも、これが五人の中の温度取りであり、 相当な身分のものだということは察しがつく。彼は抜いていた刀を鞘に収めながら。我々は孫を相手に冗談を言うほど暇つぶしに困っているわけではない。こやつらがふらちなことを申すから、街道の庶人のために。えそれは聞いていました。伊兵はお辞儀をした。逆手をくれということですが、 あれれはそれほどいりにななることじゃないんです。ご存じないでしょうけれども彼らはみんな貧しいんです。馬もて場から借りているものが多いしそうでなくとも打賃の中からいくらかはて場へ納めなければなりません。おまけに乗ってもらうには安く言うのが彼らの習慣ですから実際の収入は心づけなり逆手だということになるわけなんです。 そんななことは我々は知らない。また旅客の知ったことでもないだろう。いやわかりますよ。伊兵衛はニコニコと言った。旅慣れているものはもちろんこのくらいの距離でダチンがどれほどくらい子どもでないかぎりはおよそ。不礼なことを言うじゃないか。のいいがをて 家賃の高ぐらい子どもでない限りわかるって我々を子ども扱いにするのかつまらんつまらんもう一人が言ったそんな問答はグローです行きましょう岩野さん馬カげてますよ待ってくださいそれはいけません伊兵衛は彼らの前へ回ったそれは罪ですよ みんな貧しい人たちなんですから、どうか脱賃を払ってやってください。お願いします。嫌だ。そこをどいてもらおう。岩野と呼ばれた一番年かさの青年が、冷笑しながら顎をしゃくった。どうしてもダメですか伊兵は念を押した。それから孫たちの方へ振り返り、侍たちを指さして、 私はこういう人たちは嫌いです」とムッとしたような声で言った刀を差していて弱い者いじめをするなんてきっと本当の侍じゃなく偽物なんでしょうそれにお金も持っていないのかもしれませんよ「無礼者偽侍と申したな」つばを吐いた青年がわめいた そして自分のわめきにつられたように、きらりと刀を抜いた。みんな同年配の若者たちだから、こういう勇ましい行動には誘われやすい。きらっと刀が光った途端に、みんな揃って抜刀した。いけませんいけませんおよしなさい異変はなだめるように手を振った。そんなけんのんなことはやめましょう危ないですから お互いにつまらないし、あなた方にけががあってはいけませんから。無礼者、動くな先に抜いた青年がさっと切りつけた。本当に切るつもりだったかどうか、半分は脅しだったろうと思うが、切りかかったとたん、どうしたものかその刀は、伊兵の手に渡った。もちろん受け渡しをしたわけではない。奪い取られたのだ。 しかも、唐の青年は、自分の右手の肘を左手で掴みながら、悲鳴を上げて脇の方へすっ飛んだ。他の場合ならもっと手加減をするのであるが、異変はその時はむっとしていた。彼は、弱い者や貧しい者をいじめる人間に対しては、こらえしょうがない。誰でもそうだろうが、彼は他の誰よりもそれが激しかった。また、 その侍たちにしても、今の一手で相手の腕がわかるはずである。まるで桁違いなのだから、そこで譲歩すべきであるのに、目がないというか、決起の言うというか、まるっきり逆上した様子で、左右から伊兵に向かって切りかかった。やめてください伊兵は叫んだ。乱暴はよしてください危ないですから しかし、彼の動作は目にも止まらず、そのやり方は珍しく痛烈であった。手刀というのであろうか、ピシッピシッと激しい音がし、悲鳴やうめきが起こり、侍たちはたちまち右から切り込んだものは左へ、左から切り込んだものは右へとつんのめり、すっとんで、五人のうち四人は地べたや枯れ草の上に倒され、 他の一人は小川の中へ頭から落ち込んでしまった「どうも失礼しましたどうも失礼」「遺影は岩野という青年の前へ行きニコニコ挨拶をしながら言った」「おけがはないでしょうねそう痛くもなかったと思うんですがさあ手をお貸ししますから立ってくださいどうも誠に」「相手を立たせ」 ひょいとおじぎをして彼は手を出した「そこでもう一度お願いします」「どうか孫たちにだッちんを払ってやってください」「孫たちは向こうでバカにでもなったような顔でポカンとこっちを眺めていた」6「6小室道場での生活はすばらしかった」 生学は、宝蔵院流から出て、自分の名を冠した一派を立て、一字という独特の技を持っていた。異変は中野派を学んだが、その上に薙刀の法を加えて、穂先よりも石突きに重点を置くような特殊な奏法を得得していた。小室道場としては、無論生学流を教えるわけで、他流の技を教えるなどということはないはずである。 伊兵もそこを心配したのであるが、生学は何か思案があると見え、教授法については何も言わず、すべて伊兵の好むままに任せた。伊兵は溢れるような元気で、いかにも楽しそうに稽古をつけた。彼は実際楽しかった。世紀に満ちあふれていた。これまでしばしば、 自分は武芸をするために生まれてきたのかもしれないと思ったのであるが、武芸なら何でもいい、相撲でも結構、心身の全能力を尽くして勝負を決する、明快で清潔で、しかも自分の才能をこれほど単直に示すものはない。伊兵はすべて明快単直が好きであった。人に稽古をつけることはこれが初めてと言ってもいいくらいだが、 やってみるとまんざらではない。それに従来と違って勝負を抑えるという法を暗室しているので、門人たちの受けも良かった。三沢先生もうひと手お願いします。そう。詰めてやっても疲れるだけですよ。今日はもうあなたはおあがりなさい。いえ、大丈夫です。すみませんが、もうひと手。 そんなふうに熱心に稽古をせがむものが多かった。ただ一つだけ当惑することがあった。というのは、生学に一人の娘がいて、その人が身の回りの世話をしてくれる。まるで侍女かなんぞのように、起きるから寝るまでほとんどつきっきりで、しかもいわゆるかゆいところに手の届くといったふうな心のこもったやり方である。 年はその頃としてはやや老けていて、二十二か三くらいであろう。名はちぐさといった。女としては背丈が高く、引き締まった肉付きのいい体格であるし、顔立ちも非常に美しい。目と目の間、目と眉の間が広く、ゆったりしている。鼻も高い。口は大きい方である。全体がパラッとして、 大まかなつりであるがそのままで極めて美しかった母親はかなり前に亡くなったらしい以来ずっと父の世話をしていたものと見え遺影に対する動作も神経も実に落ち着いて行き届いたものであった遺影の部屋は清岳親子の住居と同じ棟の道場に近い六畳二間であった片方が根まで 今の方には切り色があり、机とか手分子とか洋箪笥などが備えてある。床の間にはいつも花が生けてあるし、しばしばちぐさが来て、その切り色を使って茶をたててくれた。彼女は言葉少なであった。しかし、見ごなしや表情が口数の少ないのを十分に補った。朝早く彼女は異兵を起こしに来る。 洗面をさせ着替えを助け朝食の給仕に座る「もう結構です自分でやります」彼は晩たびそういうのであったどうかかまわないでください自分でする方が勝手ですからしかしちぐさは微笑するだけである稽古中ちょっと汗を拭きに出るともう井戸端でちゃんと待っている 昼と夕食は大抵生学と一緒に食べるから、無論ちぐさの給仕だし、寝間の支度も寝る時の着替えも、すべて彼女の手を離れることがなかった。これは困った。実に困った。何とも当惑したが、しかし迷惑というのではなかった。確かに、時々ちぐさのにおやかな体臭を身近に感じて、 ふと滝沢の宿を思い、妻のお頼にすまないような気持ちになることがある。それはおそらく隠れた意識で何かしら両親がとがめるのだろうが、自分ではそうとは気がつかない。男女関係の微妙な点については、異変は子供のように単純であり、無知であった。道場の休みは月2回。 日日と20日であった。彼はその翌月の5日、17日ぶりで滝沢へ帰った。おたよは順調に回復しているらしく、以前よりも肥えてきたし、血色もよく、肌も艶やかに張っていた。もう一昨日から自分で食事の支度もしておりますの。おたよは笑いながら言った。その方が宿料も安くなりますし。 縮料のことなんてそんなバカない,いえこの家はもともと当事宿で客は皆自分で炊事をするのが決まりなのですもう病気は治ったのですから同じようにしなければいずろうございますわでは宿を変えましょう伊兵衛はこう言って懐から謝礼の包みを取り出した けさ出がけに清岳から渡されたものである。見てください、毎月これだけもらえるんです。おたよは夫の顔を見た、それから包みを開けると、中には一両二部あった。いや、これは、伊兵衛は我知らず大きな声を上げた。これはどうも金一枚という約束だったが。 一両二部あるようですね。はあ、一両二部ございますわ。どういうのでしょうかね。半月とちょっとなんだから、まさか日割りで差し引くということはないにしても、約束より多いというのは、もちろん、よもや感情違いはないでしょうし。それだけ腕を高く評価してくれたのであろう。 自分からそうは言えない。おたよが言ってくれるところである。が彼女は言わなかった。夫の不審に調子を合わせる様子もないので、伊兵衛はちょっと不満だったが、とにかくこれだけずつもらえるんだから、この家がそんなわけなら、もう少しましな宿へ帰ることにしましょう。はあ、それはまた、次にでも。 おは答えを濁して昼寝の支度に立っていった。彼にはよくわかる。妻はまだ信じられないのだ。その収入が確実であり、ここで落ち着くことができるということを。伊兵は悲しかった。妻がいじらしくてたまらなかった。しかし妻を説得し、今度こそ大丈夫と証言する勇気は、 彼にもまだなかった。七年四日にわたる放浪、苦い経験の数々。さよう、そこを割ってみれば、彼自身もこれで落ち着けるという確信はなかったのかもわからない。久方ぶりに夫婦で昼寝を食べ、いっときほど話をして、さて道場へ戻ろうとすると、お便は、 し私の方にはまだ支度金の残りが十分にございます。いつ何事があるかわかりませんから、これはお持ちになっていてください。侍は肌つきの金を持っているのが作法でもある。どうしても持って行けというので、彼はやむを得ず、それをまた懐へしまった。では、 また二十日に来ますからね。こちらは大丈夫でございますから。月が変わってからでも結構でございますわ。おたよは気丈に行って微笑した。七。その戻り道のことであるが、異変は妙なことに気がついた。というのは、実際前後の子供たち、女の子もいたが、 前に彼のやっていたように旅客の荷持ちをしているのである。峠かかるまでに行くものと来るもので5人もあった。中には相当に重そうな荷をうんうんいって背負ってゆくものもある。いや、だいぶ俺の後輩ができたな。こう思ってちょっとほほえましくうれしいような気持ちになった。彼の将分として こういういいい。時に黙ってはいられない同じ年頃の少年が2人重そうな荷物を背負っていくのを見てニコニコしながら声をかけた「いやえらいなあ坊やたち重たいか」その荷物の主だろう356のあきんど風の旅人がこっちを見た伊兵は愛想よく笑って話しかけたついこの間まで 私もこの仕事をやっていましてね仕事というほどのものじゃありませんが今はやめましたけれどもこういう子供たちを見ると仲間のような気持ちがするんですよ旅人は曖昧にいくらか気味悪そうに笑い返したこちらの堂々たる侍姿と話すことが腑に落ちないらしい異変はそんなことにはお構いなしで しかしあれですね、と続けていった。この荷物は少し重そうですね。子供たちにはちょっと無理じゃないですかね。このくらいの荷物なら馬かかごでないと。私もそうしたいんです。旅人は頷いていった。そうしたいんですが、吉田から中山までは馬もかごもないということでして。 吉田から中山まで。異変は旅人の顔を見た。その間、馬も籠もですってまさかそんなはずはないでしょう。いや、本当らしいんですよ。こうして見ているんですが、実際二段にも籠にも行き合いませんからね。そう言われてみると、その通りだった。今朝、美濃山城下から来るときも、 かかうには馬もかごも見かけなかったようだ。すると何ですかね今日は彼らの休み日というわけですかねそんな話は聞いたこともありませんな。孫やカゴかきがそろって休みをとるなんていくらなんでもそんなことはないでしょう。すると何かわけがあるんですね。わけはあるよ。 荷物を背負っていた少年の一人が立ち止まって息をつきながら言った。は坊や知っているのかよしだから中山まではね。と少年は額の汗を拭いて。馬もカゴも稼ぎに出ちゃいけないことになったんだよ。へえ妙なことになったね。どうしてだい 出るとひどい目に遭わされるんだよ。美濃山のお侍たちにさ。オイラのちゃんも、この吉兵衛のちゃんも、他に三人もひどい目にあって、みんなうちで寝ているよ。オラのちゃんは、腰の骨が抜けちゃったんだ。もう一人の少年が言った。お医者にかかる銭もねえしよ。米を買うこともできねえし、それでオラっちが稼ぎに出ているだよ。 とするとえ、しかし、それは変じゃないか。どうしてまた侍たちがそんなこう言いかけて、異変は突然ぎょっとした。殴られでもしたように、左右を見回し、低くうなった。すると、先に話し出した少年が、横目でこっちを見ながら。そうだよ、と言った。おじさんのためなんだ。 おじさんはいい人だってちゃんもみんなもそう言ってた悪い人じゃないらしいってでも余計なことをしてくれたってよ中山の騒ぎの時のことか今おじさんが荷物持ちしていたって言ったから分かったんだ騒ぎの時に黙っててくれればよかったその時の打賃は損しても ここんななをされることはなかった。でもおじさんは親切でしてくれたんだろうし今ではやっぱりお侍だからねじ込むわけにもいかないってそう言ってるんだああ知らなかったそれは知らなかったそんなこととは夢にも。 まさか武士ともある者が、そんな卑劣な真似をしようとは思わなかった。こうしてはいられない。そうして慌てて旅人に向かい、誠に申し訳のないことですが、今お聞きのような事情で、この子供たちの親を見舞ってやらなければなりません。もうそこが峠の茶店ですから、一つそこで子供たちを返してやってくださいませんか。 いいよ、おじちゃん。少年たちが慌てていった。おじちゃんが来てくれたってしょうがねえし、おら、じゃ稼がなきゃなんねえんだから、おら、この荷物持っていくだよ。いや、すまない。坊やたちにも面目ないが、稼ぎ賃はおじさんが出すし、もちろんお医者にもかけてあげるし、もっと大切なことを相談しなければならないからね。 そんなこと言ってまた余計なまねをするんじゃないのかいそう言われると一言もない。伊兵衛は真面目に抵当した。このとおり謝るよ。しかしともかく一緒に帰っておくれ。このままにはしておけないしとりあえず見舞いをしてそれからいろいろとぜひその。彼はすっ しかしどうやら二人の少年を納得させることに成功した。晴学は腕組みをして難しい顔で黙って聞いていた。ひどく難しい顔つきで横にあるあんどんの火が瞬くと恐ろしいような影ができた。そして その時は達賃を払ったのです。伊兵は事情を語るのに熱中していた。余計なことだったかもしれませんが、多少の逆手というより、暇かき代も払うように頼んだのですが、その話は聞きました。清学が冷ややかに遮った。必要なら、その先を話してください。なるべく要点だけにして。 では、その先を要天を。伊兵はちょっとまごついた。でそういうわけで私はもう全て円満に収まったと思っていたのですが間もなくさよその日から五六日あとだそうですが岩の久馬という人とその中間が住人ばかり峠の下へやってきて今後この街道で稼ぐことはならんと言い,い。 通りかかるカゴかきや孫を片っ端から捕まえては殴りつけたり、桁をしたり、五人も負傷者を出したというのです。伊兵は興奮していた。彼は子供たちを案内に五人の家を見舞い、その話を直に聞いたのである。土橋の権六など、吉兵衛という少年の父であったが、は大腿骨の付け根を脱臼して、 半年は歩くこともできまいということであったし、他の四人も相当な傷で、皆医者の治療を必要とする状態であった。彼らは、その日稼ぎで、最も貧しい無力な人間です。どこも家族が多くて、子供の荷物ぐらいでは満足に食べることもできません。そういう弱いものをですね、いくらなんだからといって、武士たるものが、 あんまりひどいじゃないでしょうか。それで結論としてどうしようというのですか。清岳の口ぶりは冷静で、その表情にも少しの変化もなかった。それがどうしたとでも言いたそうな感じであって、異変はちょっと規制をくじかれた。ああ、結論を申しますと、要するに、その、 人足どもに治代をやり、街道の稼ぎを元どおりにすればいいわけですか。それはもちろん、それだけは何としても。よろしい。私がそうするように計らいましょう。清学はテキパキと言った。ただし、あなたはこのことから手を引いてください。は、それはその、ありがたいですが。 小室先生にそんなご迷惑をかけるのはあれですし、それにまた私としましても、ただ治療代を出す、元通りに稼げるというだけでは気が済まないので、他のこととは違いますから、どうしてもぜぜひひをはっきりさせ、二度とかようなことのないように、乱暴したものをみんな連れて行って、彼らに謝罪させたいと思うのです。彼らにというと、 その人足どもにですか。ええ、そうです。さもなければ私の気が済みません。これは単に金銭の問題ではないと思うんです。言葉は柔らかいが、そう言い切った調子は激しかった。生学はあっけに取られ、ややしばらく顔を見ていたが、やがて簡単したようにゆっくりと言った。あなたは珍しい人だ。 初めて峠であってからずっと日常を見ているが、まことに当ま稀なお人柄だと思う。しかし、少しばかり度が過ぎはしないだろうか。正義感の強いのもいいが、雪の上に霜を加えるような努力はとろうでしょう。それは、どういう意味ですかまあ、お聞きなさい。 生学はなだめるような口ぶりで、私は中山宿の騒ぎを知っています。あるものから告げられたのですが、そのあなたがこの道場にいるとわかって、ちょっと面倒なことになりそうだったのです。それで私は五人の者のに会い、あなたのご将分をよく話して、彼らに了解してもらいました。 あの連中に了解してもらったのですってそれはいつのことですかあなたが稽古を始めてから7日ほど経った頃でしょうかは、それは少しも知りませんでしたが、しかしどうしてそんなことをなすったのですか理由は2つあります。生学の渋い顔が少し緩んだ。 まず第一に、あの時の岩野九馬は、自赤画廊の子で、他に老色閣の家の者が二人いました。彼らのしたことは悪かったが、決起盛りの若者たちだから、時にはめを外して暴れることもある。しかも相手は街道の人足で、いつぞやはあなたに対しても難題を吹きかけ、衆を頼んで乱暴を働いた。 いや、あれは、あれは私にも落ち度がありましたので、私は彼らに謝ったのです。だが、私が静止しなければ、あの騒ぎはもっと大きくなったでしょう。清岳は頭を振った。岩野ら五人の場合はもっと単純なことです。あなたは黙って通り過ぎればよかった。人足どもの面前で、 侍五人を取って抑えることはなかった。あれは、あなたのやりすぎです。私は、私はそうは思いません。では今からでもいい。そう思ってください。生学は押さえつけるように言った。私が五人に了解を求めた理由の第二は、あなたと家中のものとを、 気まずい関係にしたくなかった。なぜなら、よい折だから申し上げるが、私はあなたに、この道場の後継者になってもらいたいと思っているのです。ご存じだろうが、犯行がご在国の時は、お手直しに城中へ上がるその役も、自然いつかはあなたに代わってもらうつもりです。 伊兵は目を見張った。清岳は続けた。こういえばもう察しがつくと思うが、そして多分ご依存はあるまいと思うが、娘のちぐさをめとっていただきたいのです。今度は、井平は首をかしげた。何か聞き違えたかと思ったらしいが、すぐにその意味が分かり、うっと言って座り直した。 お嬢さんを私に目取れとおっしゃるのですかそうです。はじめからそのつもりでお世話させてきたのです。ちぐさはもちろん承知の上ですし、あなたも黙ってお世話をさせになった様子では、ほぼ納得されていたことと思う。生学ははじめて柔和な顔になった。というわけで、 家中の者のとはなるべく折り合ってゆくように。ことに岩の家は、自責ながら藩の名門で、この道場が淵をいただくについては、大変岩野氏の尽力を得ているのですから。今後は、そこをよく考えた上で。お待ちください。どうか、ちょっと。伊兵が片手を挙げて遮った。彼の顔は赤くなり、 その目には怒りと悲しみと恥ずかしさの入り混じった複雑な光がみなぎり、しかも全体としてはべそをかくような表情になった。いろいろお話を伺いましたけれども、まことに僭越でございますけれども、また申し訳のないところもございますけれども、私はご意見に沿うわけには参りません。 どこが不承知ですか全部です。しかし理由は言いません。もしてもわかっていただけないでしょう。わかっていただけるように話すこともできないようです。私はおいとまをいただきます。何ですってこれだけは両親に咎めるので申し上げますけれども、私には妻があるのです。 今度は学が目を見張った。よほど意外だったらしい。目を見張ってからうっと言った。滝沢の宿にいるのは妻です。従ってお嬢さんをいただくわけにはまいらないのです。しかしあなたは母親であると。い,いえ、申しません。それはあなたがお考え違いをなすっていたのです。 おそらく、峠の騒ぎの時私が病人を抱えていると申したのを、誤解なすったのでしょう。もちろん、誤解をなすっていることには、後で気がつきました。そこは相すまないところなのですが、私が病風を抱えているために、あなたが世話をしてくださるものと思い、あの際は、ご親切に頼るよりほかなかったものですから、そのうち檻を見てと、 それで知らぬ顔で」と清岳はたまりかねたように言った「知らぬ顔で娘の世話を受けていたのか」「半月以上にもわたって」「気がつかなかったのです」「みじんもそんなお気持ちとは少しも気がつきませんでした」「本当です」「これだけは両親にかけて言います」 単にご親切からだと思い、実に恐縮していたんです。これだけは違います。生学は何か言おうとした。しかし言葉が出なかった。異変は続けた。そういう次第ですから、はなはだあれですけれども、私はただいまからおいとまをいただいて、もちろん頂戴した一両二部は、あ、そうでした。 初めのお話より二分も多く頂戴してすみませんでした。大変非常にありがとうございました。そこで彼は丁寧にお辞儀をした。あれはすぐお返しいたします。こんなことになるとは知らなかったものですから。けがをした孫たちに分配してきてしまったんです。すみません。すぐにあれしてお返しいたします。そんなことは無用です。 が「そういうわけならお引き止めはしません」。清岳もまた複雑な目つきで言った。怒りが胸いっぱいにこみ上げている。だまされたような愚弄されたような感じでガンと一つ怒鳴りつけたいのだが、威兵の邪気のない童子のようにあけっぱなしな様子を見ると、むしろいたわり慰めてやりたくなり。 それがまた腹立たしくなるのであったこれからといっても夜になったことだし明朝早くお立ちなさるがよかろういえお嬢さんに対してもそれはできませんありがたいですが実にあれですけれどただちょっと彼は後ろへしさってほんのちょっと出かけてまいりたいんです すぐ帰ってきて、そしてすぐにおいとまします。ほんの半時ばかり出てまいりますから。そして彼は、忙しげに立ってその部屋を出た。すると、廊下の底にちぐさがいた。異変はドキッとし、あ、これは、どうも。どもりながらおじぎをした。ちぐさはこちらを見上げた。暗いのでわからないが、泣いていたようなそぶりであり、 息遣いであったすみません。異変はささやくように言った。どうぞ勘弁してください。どうぞごめんなさい。子供が母親に謝るような悲しげな声であった。ちぐさは何か言いそうに見えたが、黙って顔を背けて、力の抜けた歩きぶりで向こうへ去った。異変はその後ろへ、 もう一度おじぎをしてどこかへ出ていったまさにしゅんだんである遠い山にはまだ雪が見えるけれども畑には麦が伸び菜の花が咲きさかっている道端には草の芽が柔らかく燃え林も薄紫にかすんで見える日は暖かく 風,も風は少しあるがいかにも春らしい南風で歩くにはかえって爽快なくらいだったそれでそれからどうなさいました旅装のお便は含み笑いをしながら傘をかしげて夫を見上げた「わかるでしょう私の勘弁ならない気持ちが」。 李平は歩きながら力を込めて言う小室さんはいい人ですよ物の分かった見識の高いいい人ですしかし悲しいかな淵を取っている道場を持ち門人があり安楽に暮らしているそれで利妃の判断が鈍るんだ淵を失いたくない道場や門人を失いたくない安楽な生活は話したくない そこで自分では気づかずに「若毛のいたずらだ」なんて言うんですよ。彼はどしんと片足を踏みつけた。若毛の血気盛りの冗談じゃない。片方は貧しい弱い人たちですよ。それを武士たる者が刀で脅かしたり腹いせに十人も集まって私に向かってくるならいいが何の後ろ盾もない弱い彼らをやっつけ。 大けがをさせた上に職業まで奪う血気盛りもクソもこいつはごく悪質ですよこんなやつらと折り合っていくなんてまっぴらですそれは分かりましたわお便はやはり含み笑いをしたままお返しになる謝礼のお金はどうなさいましたのそれなんですがねええ おたよはもう怒らないと思うんだが、いつか許しを得たはずなんだが。だって、小室さんへ返すのは一両二部だけれども、怪我をして寝ている者がいますからね。五人とも家族が多くて食うに困ってる状態なんですから、それはおたよも言ってみればわかると思うんだが、実に気の毒で哀れで、なんです。どうして笑うんです おっしゃればよろしいのに掛け地合いをなすったのでしょうつまりそのつまるところそうなんです彼は赤くなり気まずそうに笑った年流の道場をやっている津村黒兵という者がいるんですそこ行って少しばかり強引に申し込みました承知しそうもなかったがちょっと怒らせましてね 不思議なことに道場の主なんてものは怒らせると掛け仕合をやるんですよ。ええ、それは不思議なくらいです。小室様はお受け取りになりまして受け取らないというので置いてきました。食費や世話になった代もありますからね。婿にならない以上、そういうものも払わないと義理が悪いでしょ婿にならないって 何のことですの何のことって、ちぐさというお嬢さんを私の、えいや、私を、その、えっと、あ、茶店がある。異変は何やら慌てて向こうを指さした。ちょっと休みませんか。少し早いが、昼の弁当をついでに。いいえ、今のお話を伺いますわ。おたよは首を振って、 と夫の顔を見た「そのちぐさとかおっしゃる方は小室様のお嬢様なのですね。そしてあなたがその方のお婿様になるというわけなのですかいやそれがそれはですね小室さんがそういう気持ちでいただけで私はまるで」。彼ははままたたた赤くななりどもった、ま、るっきりっっっるき私は知らなかったんです 本当です。だから、それが分かったので、ますますいられやしない。で、すぐに出てきたんです。どういう方ですのそのお嬢様。おきれいだったんでしょう。冗談じゃない。てんで、そんな、要するにそういうわけですぐ飛び出してですね、それから夜道をかけて5人の家を回りました。寝ているのを起こして、 金を配りましてね、彼らは泣いていましたよ。年はおいくつぐらいですの、そのお嬢様。本当に彼らは泣きましたよ。こんろくのうちでは海を食べてゆけと言いました。止まってゆけと言ったうちもありましたがね。さあ来ました。この茶店でちょっと休みましょう。伊兵はこう言うとさっさと道端の茶店へ入ってい。 ここは吉田の宿から西美濃山城下とは反対の方へもうより近くも来ている滝沢を暗いうちに立ったがお便の足をいたわってゆっくり休み休み歩いた途中ちょっとかごに乗せたが大部分は歩いたので彼としては疲れるよりも腹が減ってきたのであるお便には全くすまない どうか勘弁してください。腰掛けにかけて食事の注文をするとすぐ、彼は潜めた声でこう言った。やっぱりそうでしたのおたよは横目で睨んだ。やっぱりそのちぐさという方と何かおありでしたのねバカなことを言わないでください。私は真面目です。今度こそ落ち着ける。 条件もいいし自分でも悟るところがあった。今度こそ落ち着いて少しはおたよにも楽な生活がさせられると思ったのにやっぱり駄目になってしまって実になんとも面目ないと言っていいかすまないと言っていいかもうたくさんですわかっていますわ。おたよはそっと夫の腕に触った。 あなたはいつも自分の取るものを投げ出して、誰かを救ったりかばったり、幸せにしてやったりなさる。どうしてもそうなさらずにはいらっしゃれないし、これからもそのご性分は変わらないでしょう。それでいいのです。おたよはそういうあなたが好きです。そういうあなたとご一緒に暮らすことができれば、それだけでおたよは幸せですわ。 彼女はこう言いたかった。しかし実際には逆に優しくにらんで、もっと声を潜めながら言った。あなたがそんなにおっしゃるのは、本当はやはりそのちぐさという方と何かあったからでございましょう。私にはよく。おたよは言葉を切った。異変が手で静止したからである。 弘は表の方を緊張した目で注視した往来をこっちへ高声で話しながら来るものがあった「何しろお前さん胆石病と来ると引っかしがった家が地震を食らうようなもんさ初めは両方の目の下に茶色のシみができるこんなふうにそいつが素人にはちょっとわからない」。こう言いながら、 二人連れの旅人がこの茶店へ入ってきた。異変は、あっと言った。一人はまさしくいつかの客だ。年の頃は五十ばかり、よく超えた血色のいい秋玄土風の男である。わからないうちにそれが、その茶色のシみが黒っぽくなってくる。傘と両掛けを置き、腰を下ろしながら、 そうなったらお前さん、もう、まるで、まるで。やっぱりそうだ、あなたでしたよ。異変はこう言いながら、立っていって、にこやかに挨拶した。どうも聞いたような話だと思ったが、またお目にかかれましたね。男はこっちを見て目をすぼめた。姿が変わっているのでわからないらしい。 お忘れですか？伊兵衛は笑ってみせた。いつかあなたの荷物を持たせてもらったでしょう。吉田宿から峠の茶屋まで。男は義という声を出した。じかもわからない。ともかく、そんなふうな声を出し、両手で両掛けと傘をつかんだ。お分かりになったでしょう。伊兵衛は愛想よく言っ。た。 あの時の私です。面白かったですね、あれは。あの茶屋でいただいただちんが石ころに化けた時は。男はさっと消えた。両掛けと傘をつかんで横っ飛びに外へ飛び出したのだが、あまりに貧速なので消えうせたように見えた。お、もしもし異変も後から追って出た。もしもし どうしたんですか見ると男はもう五六丁も先を走っていた素晴らしい速力で後ろに埃りの帯を引きながらたちまち小さくぐんぐん遠くどうしたんだろう異変は後頭部をかきながら不審に耐えぬもののように口の中でつぶやいたおかしな人が ああればあるものだお便が出てきて告げた「あなたお支度ができてまいりました。